はい、皆さんこんにちは、ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は7月の17かな、月曜日でございます。祝日ですね。なんやろ、海の日かな、それの振り返り休日かもしれません。皆さんがお住まいの地域、まあ、都道府県市町村には橋ね、川とかに関わる橋ってありますでしょうか。私が住んでるこの広島市、今ここはね広島市じゃなくて廿日市市なんですけど、広島市はね、ご存知の通り川が多い町ですんで、まあ、特にこの市を東西に走るとね、何本も橋を渡るようになるんですが、そういった橋の中には、まあ、特に何やろ、最近できた橋がメインになるかと思うんですけど、割とねこうバイクで走ってて気持ちがいい橋ってあるんですね。なんで今日はそういった橋をね何本か渡ってみようかなと思います。はい、広島の人ならね、まあ、この景色を見るとお分かりになるかもしれないんですが、いわゆる南道路ですね、広島南道路、メインの幹線道路は、まあ、国道の1桁台2号線が走ってるんですけど、それよりも南、もうほぼ海側ですね。今走ってるこの道をこうずっと行くとそこに繋がるんですが、まあ、これ左じゃない、右はもう海ですよね。こういった南道路、まあ、割と最近開通したんですが、ここを走ってると通る橋が今日のねメインになろうかなと思います。よし、じゃあ行きましょうか。はい、ということでもう目の前ね見えてきてますね。割とこうギュンと登った橋があるかなと思います。何やろ、まあ、ここから広島市、あ、今見えましたね、廿日市大橋かなね。こんな感じでなかなか気持ちがいいんですよね。今ちなみに広島市に入ったということは、まあ、西から東に向かって走ってます。いや今ね早朝5時半なんですけど、もうね7月なんでだいぶ日中は暑くなってきてるんですが、この時間はねまだ涼しいですね。なんでこういう時間にこういうところを走ると実に気持ちがいいです。割とおすすめかもしれません。はい、ということで廿日市大橋でした。1本目です。はい、次が2本目ですね。あー、わからんかった、何橋か分かりませんが、まあ、ここもさっきと似た感じなんですけど、高さは低い感じかな、長さも短いかなと思います。でこれを降りるといわゆる商工センターという、まあこれなんていうかな、埋め立て地ですけど、まあ、商業施設というか、まあ、物流の倉庫とかが多い場所ですかね。まあ、この辺もそれこそ平日の朝晩なんかはめちゃ混むとこなんですけど、この祝日の早朝はさすがにガラガラですね。はい、商工センターを抜けましたね。で目の前あの緑の看板出てきて来始めてるんですけど、あそこがねあの一部有料区間、有料区間になってるんですけど、自動車専用道ですね。なんですけど無料で走れるエリアもありますので、そこを通っていきたいなと思います。はい、入っていきましょう。あ、この辺がいわゆる南道路の中でも割と新しい区間ですね。いや気持ちがいいな、めっちゃ綺麗やし、この時間帯通るの初めてですけど、いやいいもんですね。いいもんなんですけど、この橋の名前はすみません、さっぱり分かりませんが、気持ちがいいな、ここも。なんですけど、無料区間はここで降ります。はい、今、降りてきたんですが、これ、右に行くとね、あの僕がいつも行くナップス広島店さんがあるエリアですね。
はい、続いてがこれは何かな、これも橋の名前がわからんな。場所的にはエヴァだと思うんですけど、何橋でしょうか。また名前は出しておきます。はい、そしてこの南道路の無料区間としては、目の前に見えてるのが最後の橋ですかね。これも名前が分かりません。あと出しておきます。いや気持ちがいいね。この橋云々関係なく、早朝のこの自動車専用道路でもないか、まあそれに近い道路って割と気持ちがいいですね。以前もね、あのバイパスを朝走ったりする動画も上げたかなと思うんですが、それに通ずるものがあるかなと思います。以上が南道路およびそれに架かる橋のご紹介でした。はい、じゃあせっかく出てきたので、もう何本か橋通って帰りましょうか。はい、あ、これは普通の橋やな。これを渡って宇品方面行きます。はい、前に見えているのが、これはね、多分宇品橋だと思います。ここもね、割と僕は好きな橋ですね。右手に海かな、まあ、川っちゃ川ですけども、ほぼ海。ここもなかなか気持ちがいい橋じゃないかなと思います。はい、ということで今日は、まあ、橋をご紹介するっていう、まあ、名目で西の廿日市から広島方面に向いて走ってきました。で最後ね、あの宇品橋を通って南に来て、今ここ出島ですね。まさに海に突き出た場所なんですけど、うん、釣りをしてる人が結構いますね。こうぶらーっとね走ってきて、最後この辺でね海を眺めて終わる。今ねちょっとやめてますけど、この辺海見ながらタバコ吸うとねうまいんですよね。でコーヒー買ってきたりしてね、みたいな何も目的地のないバイクの乗り方っていうのも悪くないのではないでしょうか。はい、以上が今日のご紹介したかったコースですね。で最後ね、まあ、これも僕がよく通るルートの、まあ、最終ポイントなんですけど、まあ、今日朝から走ってて若干腹が減ったので朝飯食って帰ろうかなと思います。はい、見えてきましたね、あの左手赤いテントですけど車が止まってるな。はい、ということで自販機のおうどんですね、これを食べて帰ろうかなと思います。さっきのうどんの自販機のお店ですけど、確か御用商店だったかな。ちょうどね、あのおうどんかそば待ったっけの商品の補充のタイミングでしたね。で写真も後ほど貼っておこうか。ちょっとね風景が残念な感じでしたね。あの器が散乱してたり、あとゴミとか吸い殻とか空き缶かな。あのレトロ自販機で、まあ一部でねちょっと話題になったりして、きっとね来るお客さん増えてるんだと思うんです。なんですけど、あれの維持面って結構ね大変だと思うんですけど、なんせ古いんで、僕も割と好きなんで時々立ち寄る場所なんで、ちょっとね大事にしてもらいたいなというのが正直なところかな。はい、ということで今日は広島に架かる橋、なおかつ割と新しい名で綺麗めな橋を、ご紹介しましたという動画でございました。皆さんもねお住まいの地域でこう橋巡りとかしてみると、もしかしたら新しいツーリングスポットみたいなの見つかるかもしれませんので、よかったら試してみてください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。